チャンネルクララをご覧の皆様こんにちは日本人だけが知らないインテリジェンス柏龍一先生よろしくお願いいたします二十一世紀で活かすための、うん、インテリジェンスって先週お話になられたんですけどだからネットアセスメント一体何をしているのかっていう話をたまたまねポール・ブラッケンっていう人がネットアセスメントアップラクティカルガイドという論文を書いておられまして、はいえー、それを使ってちょっと紹介しようかなと思うんですよなかなかね こういう今,日今回お話多分今回たちょっと何週間か続くかと思うんですけどもこのお話というのは表に出ない話ですあの前もジョン・ボイドの話うジョンがそういう本当アメリカの本当にこう政策決定のコアに関わるような話というのはあ案外出ないんですよね。はい じゃあなんで今回出るのかっていうと、じゃあその仕組みをちょっとなんでそんなことがわかるのかっていう話をちょっとしておきますと、はい、この、えー、ポールブラッケンという人はハダソン研究所というシンクタンクを乗られたんですね。はい、で、ハダソン研究所は誰が作ったかっていうとハーマンカーンというそういう方が作られたんですよ。はい、このハーマンカーンという方が47年にランド研究所に入るんですよ。ランド研究所では アンドリュー・マーシャルもいましたよねだからアンドリュー・マーマシャルと割合ほぼ同期で同じように密接に議論をしてってそういった人がハドソン研究所とを作ってそのハドソン研究所というところにのポール・ブラッケンという人が入ってそれであネットアサスメントってこうなんだということはよく分かったというでそれを論文にしたたまたまこういう形であの表に出たとこういうことなんですよね。はい、まあ内容自身はそんんな国,も国防機密にでですけどもどういうい感じで、あのー えっと評価をするのか情報を評価するのかっていう話なんですよね。はいうん、なかなかねこういう本当う国策の決定のコアに関わるような部分ですのでんでなかなか表には出にくいのになかそういうことなんですよね。はい、じゃあまずちょっとね6つの特徴ということをちょっとね彼は言ってますんでそれを一個一個ちょっと解説していこうかなと思うんですよね。はい、まずだ第一点が何かっていうと、えー、戦略的な相互作用っていうのを重視するとと、はいねえー、どういうういいことかっていうと。 例えば、えー、米国の国防政策と予想される敵対勢力との反応を結びつけるということですね。はい、だから、例えば、えー、単に中国の人民解放軍だけを見るんじゃなくて、人民解放軍と米軍とがかど,うどう組み合わされるのか、実際にね。どう,どう対応するのか、そういったことをまあ研究しよう。 まあ当たり前じゃないかと言われますけども意外とそうでもないですよね、うん、中国のことだけを研究するんじゃなくて、うん、米軍との反応とかも合わせて考えながらついに考えようと、うん、そういうことなんですね。はい、でもゲーム理論じゃななかかっったたたあんまり役に立たなかったっていうてすからそういう,こう数値的な計算っていうよりはもうちょっとプリミティブなんですけど、えー、っとまあインフォーマルな えっと形というのかなそういうことになるのかもしれませんけど、まあ、だから戦略的な交渉っていうのは大きな問題を小さな管理可能な問題に分割できる、えーえーまあまあ、大体大きな問題あるとしたら大体こうそれをパンパンパンとこう、えー、っとま,まな板の上で分解したらですねそれで、えー、各政府の 各分野にポポポンンンと割り振っているわけですよね、はい、でもそこが実はミソだとこういうことなんですよね。はい、だからあの官僚官僚機構で全部支えるわけじゃないですか、はい、そしたら官僚機構自身のやはり歪み。 えー、あるいは摩擦ですか,そ,う摩擦ですかそれが出てくるだろうとそこに着目するとこういうことなんですよね。はい、例えば、えー、情報機関でも例えばアメリカの場合だったら DIA と CIA と2つありますよね国防情報部と中央情報局と、うんね、そういう感じであのまあ割合こうインテリジェンス機関でもそう、まあ、単に情報収集でもいくつかの 情報機関ががするるという現実があるわけですよね、はい、ですからお互いに縄張り争いをしてですねこっからここまで俺たちだ、うん、お前たちはあっち行けみたいな、うん、そういうことをお互いにやるわけですよね、はい、そういったところがやはりこうなんでしょうかね、えー、っと情報評価に影響を与えると、うん、そこに注目するべきだよってそういうことなんですよね。はい でもある段階でそういういろんな部局の情報というのがありますからそれをちゃんと統合しなきゃいけない、うん、それができるかどうかが重要だということなんですよね。イギリスののやつでやりましたよねあの JIC でですすそうなんですよね <laughs> 結局他のあのちょっと改めて言、ね、と JIC の時はあまりあの視,聴視聴者数がすごく伸びなかったんですが僕はすごくそれを憂慮しています理由は簡単でこうこう情報評価というのは本当に重要、うん、本当にコア中のコアなんですよインテリジェンスとですからそれに関して日本人の関心というのはすごく薄い。うん それはね戦前からそうなんですよ戦前は情報というのはね大体ニュースとかをそこら辺やってきて持ってきてそれをどうぞ寄せ集めただけだろうというそういう認識は日本人の頭の中でどうしてもこびりついて離れないんですよね。違ういう情報をちゃんと総合的に一つずつ組み立てていってそれで全体像を作っていくという作業をしなければ、えー、ちゃんと情報評価っていうのはならないんですよね。 こうね、情報を集めてそれを総合してっていうことに関して日本人自身がすごく無関心だというのはそれは日本人の弱点なんですよねですからそこはね何度でも繰り返し言っときたいと思いますが、はい、あれはなんかそういう話でしたよねなんかねねかなり壮大な話になってましたよね,、はい、確かねだからだから本当にこう何かな 重要なのは情報評価で情報評価をどう導いていくかしかもねその時に重要なのはね官僚機構というところに注目しているというところが重要なんですよだから、はい、こういう場合考えることができるんじゃないですか例えばあのなかなか日銀が動かないとか財務省が動かないなかなか日本の経営が良くならないとかそういった議論もあるじゃないですかそれも官僚機構の問題ですよね、はい、じゃあ官僚機構がどうなぜこういう機能不全を起こしているのかということを改めて考えるというのは まさしくこのネットアセスメントですよね、うん、という言い方が多分できるかと思うんですよ、ねだ。だからいろんな機関があってそれを情報がいろいろ上がってくるんだけどそれをいかにして吸い上げて一つでちゃんと情報評価として確定するかそういうことをやはり国家の鋭意としてやらななきゃいけないけ、うん、日本がそれができているかどうかっていうのはちょっと不安ですね。まま、うんうん、まあああででもそういううういい点がまず一つ払うっていうことこります、はい、ですから、あのー どういったらいいのかね自分が例え,ば例えば自衛隊の情報本部でもいいですよ情報本部でも、うん、自分が対応している例えば中国、北朝鮮とかね、えー、これが何をしているのかということをちゃんとあ、えー、敵のそう,いうそういう機構で組織的なところまで遡って、えー、やはり研究する必要があるよねっていうそういうことなんですよねね、はい、それがままずず第第一点点です二ね。まず第二点ね 第2点がやはりこれもすごく重要なんですけどよより長期ののタイムスパンっていうのがあるんですよ、はい、あ例えば、ね、アメリカの場合だとよく分かりやすいんですよね。例えば、あのー、2つ、まあえー、国家安全保障に関する問題というのは2つの,2つのリズムがあるというんですよね。はい、1>, 1つは何かというと、まあ、問題ごとのスタイクルですよ例えばイスラム国ができましたあ頑張って潰しましたみたいな、はい、そういう1つの問題が出てそれが消滅するまでのパターン、はい、あともう1つは、えー、やはり4年ごとあるいは8年ごと。 のパターンですね、はい、4年とは何かっていうと大統領選ですよね、はい、アメリカの場合だったらだからどうしても4年間の区切りで物事を考えてしまうでも実際安全保障の問題というのはもうちょっと長期ですよね、はい、何十年とかかってえー、っと問題がこう変質していくとですからより長期のスパンで物事を考えるべきだろうというのが、うん えー、こののネットの考え方なんですね、はい、ですからあの、まあ、例えば中国なんかでもですね20年ぐらい前だったらこんなに脅威じゃなかったんですよね、はい、率直に言ってね、うん、まだ 2000, 2000年初頭ぐらいだったらまだそんな今ほどの脅威は多分なかったはずですよね、うん、だって私北京に行った時まだニーハオトイレやりましたもん <laughs> そうですか <laughs> まあ武器だってねそんなにまだ大変なこの米軍を脅かすほどのものはまだなかったんですよね。うん でもやはり4年単位で見たらわからないですけどやっぱ20年単位で見たらはっきりと大きな違いがあるわけですよね。うん、まあそこに、えー、やっぱ注目するべきだろうと、ねえー、だから、あのー、例えば、ですねこう,こういう判れでもう一つは、えー、っと力の認識というのにすごく関心が持っているとここういういとなんですよね、はい、ですからやはりこうパワーがどの程度あるのかということをそれぞれのアクターの認識っていうんですか。 それがすごく重要なんですけれども、それがあのなかなかあのあるとき劇的に変化するんですよね。ちょっとえっ、ー、とまあこの論文の中の例をちょっと紹介しますと、例えばアジアの内側でっていうジョン・ギュンターっていう人が、えー、本を書いてるんですね。はい、このジョン・ギュンターとしてはどういうことをしたかっていうと、いろんな、えー、アジアの各国をめぐって。 え政策担当者にインタビューしてもらってっるんですよね、はい、日本とか英国とかアメリカ中国インドネシアとかフィリピンとかそういう指導者さんにおいてねどうですかみたいなインタビューをしたんですよね。はい、そしたら、えー、どういう結論になったかっていうとやっぱり誰もが知るように英国はアジアにおいては最強の軍事力を誇ると「英国がトップだよ」みたいな結論が出てるわけですよね。 ででもですねこれ真珠湾攻撃の前に行われてますんで、はい、だから真珠湾攻撃以降どうなったかっていうとたちまちにこの認識が崩れてしまうわけですよね,、はいねえー。英国はアジアにおいては最強の軍事国家ではなかったアメリカと日本に次いではるか後方の第三位だっただからジャーナリストの認識や世論形成者の政策が、えー、立案者までもがこの地政学的な現実から立ち遅れていたと。だ敏感であるべきだ っていうのののつ目のこの論点なんですよね、はい、であと3つ目ね例えばだからこれ結局何を長期のスパンで考えるっていうことは、えー、もっと将来のことも考える今の現状だけじゃなくて将来のことも考えるということになりますよね。はい、となるとね、えー、未来のことを考えるんだったら間違えるよねっていう意見が当然実際間違えますよね。はい、例えばどんな感じで間違えるかっていうと例えばですね、えー、人間は月の上を歩くことはできないだろうとか。 電子計算機はアメリカでの自由はどうせ3台ぐらいだろうとかこれは50年とか55年1950年とか55年に出されてるんですね確かにその頃だったらそう思っても仕方がないですよね。はい、でも、えー、実際には違いますよね、はい、で,すですから、あのー、じゃあこういうミスはどうしたらいいのかっていうと少し考える。 まあ、未来予測は立てるんですけど、はい、やっぱりちょ,ちょっとやってみたらあ違うなっていうことがだんだん分かっていきますから、はい、その都度は微調整というかちょっと修正してい,けいあそ,それに固執しないで調整してそういうことです。ですから、えー、例えばですね、えー、むしろだから結局どういうことかっていうと,、えー、と正しい問いを立てるだから、はい、どういったらいいのでか、ね、あの誰も思いつかなかったような、えー、問いの立て方をする。 例えばあのハドソン研究所っていうのを作ったのはハーマン・カーンという人なんですけどハーマン・カーンという人がですねそれでその時に彼はすごく自慢するんですよ。 えーっとペンタゴンは核,核戦争をどうやって始めるかということばっかり議論してるけどうちのシンクタンクハドソン研究者には、えー、核戦争をどうやって終了させるかに関しては、うん、プロが揃ってますよみたいなう,うちのスタッフは優秀ですよみたいなそういう言いい言方すするんですよね、はい、確かにそうですよね核戦争をどうやって始めるかということはみんな一生懸命研究しますけどうどうやって終わらせるかなんて考えないですよね。はい でそれで、えー、結局こ,れここがすごく重要だと思うんですけど、えー、こうそういう,こう特定の問題っていうんですか特定の問題官僚機構があったら、ね、どうやって開始するかっていうことに関してはすごくよく何遍も議論してるんですけど、うん、誰も考えてこなかったような議論っていうのはやっぱりそれだけで価値があるということなんですよね。うん、ですからそうすると、まあ、そういう評価がなかったっていう逆に言ったらその評価がないっていうこと自身が 一つの弱点ででもあるわけですよねということは正しい問いを立てるんだったら例えばどう,どうなるかってもっとなんか前回ぐらいお話ししましたよねあの「アメリカは自由な国だと」と、はい、自由な発想があるからいろんなアイデアが出るんだ、はい、まさしくここなんですよ。うん、正しい、えー、適切な問いを立てられるかどうか、ね、それがすごく重要だよねっていうことをこう 主張してるんですよね。はい、だから、こうネットアセスメントで、やっぱり。結局、何が、何、何が焦点になるかというと。従来だったら、問題にならなかったようなことから。それを改めて、問いにしてみよう。例えばね、あのネットアセスメントで、何やってるのっていうことは、実際には。情報公開で、請求されたことがあるんですよ。はい、だから、あの論文のタイトルというのか、研究のタイトルだけは、実は、あの流出したことがあって。ん例えばですね、あの、困難があるんですね。プーチンのボディーランの位ジ でボディーランゲージであいつは本当正しいことを言ってるのか間違っていることを言ってるのか確かめるとかねそんな研究、はい、いやそういううまくいったかどうか知りませんよ、はい、そういった研究もやってるそうなかなかか発想的に面,、ね、面白いですよね、はい、だからそういう,こう自由な観点からさまざまな研究をすると、うん、こういうのがやっぱり一つの実感と。 こう思うんですね、はい、あともう一つはですねやはりあのこう、えー、っと小さな決定例えばいろんな政府機関だったら小さな決定がいろんなところでちょっとずつ加わっていくじゃないですか。はい ね、あの外国人に対して生活保護費を出しましょうみたいな、うん、そういった小さい決定がだん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 積み重なっていって大きな問題になるってよくありますよね。でもやはりそういうのがやはりこう安全保障政策についてもあって例えばベトナム戦争なんかは典型的な例ですよね一個一個の判断で考えてみればそんなにあの悪い判断には見えないんだけど、うん、トータルで見るとすごくまずい判断になってしまったそういったことにもあると。 はい、ですからあのネットアセスメントにはこうは行政上の都合ですよね、うん、行政上の都合に対して官僚、えー、性がどうしてもそういう方向に寄せてしまおうとするそういったところにそういった欲求を認識しそれが何につながるのかを見ようとする、はい、だから組織をねどう見るか未来をどう見るかっていうことでもあるんですけど組織をどう見るかっていうのもすごく大きな軸なんですよね、うん、でそういうういい話話だっていう話ですね。 あ,あやっぱ終わらなかったなって話、<laughs> また次回に。はい <laughs> はい。はい、<laughs> ではこの続きは次回でお楽しみに。